画面の前の皆さん、どうも、ご視聴ありがとうございます。ゆうきでございます。ダークソウル2、持たざる者から始まるマイペース実況攻略、初見完全版でございます。ですね、相変わらず、花粉症と、そこからね、派生した風邪をひいた状態での撮影を望んでおりますので、喉の調子が本当にあまり良くありません。ただ、だからといって、手を抜いた実況をするつもりはございませんので、どうぞ、もう最後まで、あともう何本かになっております。ごゆっくりご視聴をお楽しみください。コメントいつもありがとうございます。今回はね、ちょっと簡略させていただいて、とにかくね、いつも面白いコメントをくれるかっちゃん、ありがとうございます。ボスはね、全部倒して最終回を迎えようかと思ってましたが、多分いくつか残したまま最終決戦には臨んでしまうと思います。はい、私はちなみに物知りとかではないですよ。聞きかじったことを自分なりに解釈して、発言してるだけなんで、あまり参考にしないでください。そうなんだぐらいでいいですからね。はい、多分、もともとそんな感じで見ていただいてると思いますけどもね。はい。よろしくお願いします。はい。立花さん、どうも。いつも長文ありがとうございます。ね。もうね。ほんと、ね、誤字、脱字、漢字の間違いをいつも教えてくれてね。あとはもう、顔文字もたくさん入れてくれて。本当にね、こういう、この方ともね、思い出がありますからね。本当に今まで頑張ってこれたのも、立花さんのおかげもあると思います。これは間違いないです。いつもありがとうございます。はい。ロータスさんありがとうございます。ロータスさんもね、たくさんコメントをくれる方ですからね、長文でね。ロータスさんはね、多分最初の頃は私のことはね、多分あまり知らなかったと思うんですよね。でもだんだんね、ダークソウル2を通じてね、私の中では仲良くなってった視聴者さんの一人だと思ってますので、本当にね、嬉しい限りですね。私のね、動画が受け入れられた瞬間がね、感じたんですよ、ロータスさんは。どっかで、それがね、本当嬉しかったですね。ビッキーマウスだよ。すいません、喉がね、ほんとね、もうね、ダメなんですよ。もうね、高い声と、でかい声を出すと喉が枯れ出すんで、ちょっと今回の撮影、ほんと、声急に枯れ出したらすいませんね。ここはもう、すいません、温かい目で見てくださいね。はい。っていう、ロータスさんも、いつもありがとうございます。アレルギー性鼻炎なんですね。ロータスさんも大変ですね。実況動画、もしやり始めたとしたら結構大変ですよ。はい。いつもありがとうございます。鏡屋さんどうも。侵入者が来た時のトラップできた。あー、なるほどね。あれはなんか、ハロスはなんか道ができたり、はするけど、宝箱が取れたりとかそういうんじゃないんですね、多分ね。あそこがなんか制約に使うエリアになってるってことでしょうか。なるほどね。ガンバと制約すると取れると。3周目になってから戦ったのもすごいね。あれ3周目、2周目でも嫌だよ、私は。あれはもう嫌です、あれ。超強かったんで。はい、そういう感じで。かがみなさんもいつもありがとうございます。はい、リックさん、どうも。リックさん、昭和生まれだったんですね。なるほど。一緒ですね。そう。自分自身、油的にコーティングしてる感じ。なるほどね。皆さんね、私の、今回の動画、前回の動画よりも、リックさんのね、コメントの方が多分確実に合ってると思うんで、やつら自身は綺麗ではないらしいです。でもね、こういうね、コメンテーターの方もいるとね、本当にありがたいんですよ。私はね、皆さん言っときますよ。私かなりマイペースで発信しますからね。間違ってるところは間違ってるって言っていいですからね、全然。わざとはやりませんけど、ね、世の中滑り芸的なものがあるじゃないですか。なんでね、私はね、なんかね、知ったか芸みたいなのもね、これから新しく作っていこうかなと思ってるんでね。
はい、なるほどね。やつら自身は綺麗ではないらしいです、はい、まあ確かにね、まあ、確かにね、もう見た目からしてねダメな人が多いですからね。私もねある時ね天井にいた時、天井にくっついてる時があってね、あれはもうね驚愕でしたよ本当に、うん、なあれは恐ろしかった。飛んできたし、はい、ということで、はい、リクさんありがとうございます。八郎亀さんどうも、俺のおかんのケツに何すんの。いや、八郎さんのお母さんだったのね。殺しちゃったけど。いや、ダメだわ、こういう発言。あ、知らなかったんですね。一応なんか、これは私も視聴者さんに聞いたんでね。そうそうそう。そうなのよ。日本人はね、もう流行りに敏感で、かつ秋っぽいんですよね、最近ね。まあね、皆さんね、それぞれあるとは思いますけどね。こだわりは大事にして生きててください。ね。もう、人の目なんかね、気にしないで。そういうのは大事にしてください。それでは、それ以外でもねコメントくれる方もたくさんいるの分かってますけども、今のところ来ているコメントで、お返しさせていただいております。これからはですね多分、最後に向かっておそらく撮影の方をなるべくフルスロットルでノンストップでいきたいと思います。ブラッドボーンにかぶせていくかかぶせていかないかは自分がどれだけ実況できるかにかかっております。もしかしたら全部がため撮りになるかもしれません。っていうことでね、祭祀場のでっかい竜と戦ってくださいっていうねコメントもいただいてたんですけども、あの竜はもしかしたら私はいい子ちゃんっぽいんでやらないかもしれません。はい、もしかしたらただ、本編が終わった後に番外編でね、いくつかそれもだ、いくつかやってないことを番外編としてやろうと思ってる企画というかね、方針も一応頭の中にあるので、今回はここに挑戦してみたいと思う。覚えてる？ムナチラジジイね。よう、もう服着てきてるからな、私は。We meet again.なんでそんな服を着てしまったんじゃ。わしはお主の薄布の時の方が。イエス。かわすと、ちょっと待ってね。CN のインというものを取りました。あ、来た。おお、何これ。すごい、何これ。なんか。なんだろう、なんかガクトとかが似合いそうな。闇を、闇に惹かれたものは闇を追うしかないと。どうしたらいいのこれ。May the dark shine your way。 え、いいの言って、これ行けば入れちゃう感じ。おお、さあ入りました。闇ジジイの試練みたいなものをやっていきたいと思います。今回は2本ぐらいになっちゃうかな、2本ぐらいになっちゃうかな、2本になったらあと4本ぐらいで終わりになっちゃうのかな、っていう感じで流れでいきたいと思います。その辺は、マイペースなところはお許しください。古き闇の穴、なんか自分の色がなんだろう黒くなっちゃったね。さて、ここは、事前に、マネージャータコハッちゃんと、実況者、ユーザーサンタさんからも少しアドバイスをいただいております。オレンジサインをよく見た方がいいということらしいんで、この先から毒が有効だ、毒が有効なら私に任しておけ。なんか怖いな、ここ落っこちそうな匂いがするぞ。そんなことないか。ダークソウルよくあるからな、そういうの。ん？いける？こっち。乗れないね。なんだここは。本当によくわからん。あれ？あっ！ちょっとなんだよ、これ。言ってるそばからかよ。
はい、戻ってまいりました。ここにね、来る時にね、ガクトみたいな穴が、ガクトさんが似合いそうな穴がね、閉じてたんで、どうしたらいいんだろうと思ったら、人の像を渡すってそういうことね。人の像を渡すとまたあれが発動すると、あと26回チャンスがある。いや、26回チャンスとは思っちゃダメだな、これ。さて、これさ、松明じゃねえの。ほら、これですよ。こっちか。お、こんなになってたの。これは落ちるでしょ、どう考えたって。ん？こっちかしら。いや、穴ですね。ん？こっちかな。こうか。で、こうかな。よし、オッケー。待て、毒が有効って書いてあったから、リカールで、ちょっと牽制しつついきましょう。さあ、オレンジサインをよく見ていきますよ。あれ？あ、水か。この先、盾があるぞ。アイテムが落ちてるってこと？あれ？お、お、お、ちょっと待て。やべ、見えない。あ、まずい、ここ引いちゃまずいんじゃないの、これ。やべ、うお、ハベルだ、ハベル、懐かしい、くっ、ざ、やべ、あー、ちょっと、くっそ、マジか、これ、ハベルか、懐かしいな。いやー、人はね、闇に落ちるとかよく言いますからね。実際のところ闇に落ちるというんでしょうかね。いるな、あいつか。足場がないんだよね。ちょっと正統騎士団の剣をパルチザンに変えてまいりました。こいつ毒にした方がいいか。足場がなさすぎだよ、ここ。釣っちゃう？いや、今のそれで落ちたもんな。やるしかねえのか、この狭いところで。来た。この狭き道を、って、ふっ、あいてうわ、ちょ、無理だわ、こんな細いところで。やばい。ちょっと、今回のダークソウル2で一番落下死するわ、ここ。どうしたらいいんだ、これ。うん、やっぱりここで戦うしかないな、絶対。うん。さあね、一個ずつ超えていきます。皆さん、この企画、途中で折れたらごめんなさいね。人の像なくなり次第終了ですからね、これ。右側にも道あんだな、これ。正当性なのはこの真ん中でやるのか。逃げちゃダメなんだな。それで行こう。よし、まずは、ちょっとある程度、待て。ある程度毒にさせてもらって。よし、十分。さあ、小回りを利かしていく。おら、ふっ、おら、おいしょ、やべ、あ、なんか来た、なにこれ、ちょっと待って、ちょっと待てよ、なんだよこれ、嘘だろ、なんだよあれ、リカールじゃん、リカール、マジか、なんだよ、聞いてねえよ。くっそ、まさかリカールさんまでいるとはな。リカールスペシャルを使うのは私だけではなかったようだ。よし、やっぱりこれ後ろに引いて一匹ずつ倒していくしかないんだな。多分どっかに隠れてんだな、リカールはな。もうちょい、 OK、 入ったで、これ引いてあっちの後ろで戦おう。ここで。ここがいい。攻めえけど。こいや、おら！
おら盾は飾りじゃ。おらてめえ起き上がり死ね死ね。おっしゃーおらおら一人倒したぞ。かがり火の探求者もう全然いらない、全然いらない。安全な道をくれ。探求したくない。もうさあさあ、まず一人、もう一人いるってことはもう二人ぐらいいそうだな。なんかそんな匂いがする。もうこれはもう信用して進まんぞ。これリカールがどっかにいるな。どこだ、どこにいた、どっから来た、どっから来た。ああ、何あれ、なんかいる。リカールその右奥だ、右奥に隠れてんな。それこれだろ、やっぱいるな。もういない、まだエイムできない。あー落ちるな、ここ。ふっ、あいたいたいた、よし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 。てめえこら、なんか来てる、なんか来てる。待て待て、あ、待て待て、見えない見えない。待て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 、冷静に冷静に。来てるリカール、あ来てる、リカール来てる。うわ落ちろ落ちろ、ふっ、来るな来るな、かぶねへっぴり腰プレイですこれがへっぴり腰プレイって言います。皆さん気をつけてくださいね。チキンプレイとは言いません今のは、はい、戦う意思はあるけど、あくまで戦う意思はあるけど逃げ腰だっていう。こいつなんだ気持ち悪い。おいでででで、何これ何これ、あー危ない危ない。あでもあんま奥行きたくない、またなんか出てきそう。あーやべえ、マジか、ふざけんな、ほんとこの前このエリアなんだよ。攻略できんのかこれ、ちょっと待てよ。よし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 、ハベルとリカールは倒しましたよ。さて、あのなんか変な、やだな、あの魔術師みたいなやつ、あいつ遠距離戦で行くか。足元がほんと見えない、こいつなんかやだ。おらてめ、うっぷ、落ちる落ちる、もうやめて、ほんとほんと勘弁して。こう右に落ちたのか俺さっき。よっ、なんだこれ、あべ、うわめっちゃいるめっちゃいる、やべ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 、ちょ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 、てめえ、おらだこれ、魔術または奇術どっちでもいいんですけど。あ怖え、暗くて怖い、ほんと。いややめてやめて、あここも落ちる、あ危ねえ危ねえ、あれせんま、これなんだ、なんかありますね、オブジェクトみたいなのが。これなんだ、松明つけるってこと。はい点火します。タタタタタタタ、音楽ちげえ、今のオリンピックの音楽言いたかったんですけどダメだ、音程が出ない。何これ、明るくなったってこと。同じさ青色だったのね、青霊だったのね、青霊同士仲良くしようよみんな、なんで俺だけ攻撃してくんの。さあオリンピックが開催されました。
闇リンピックです。どんだけ人として病んでるかを競い合う世界最高の闇リンピックが開催いたしました。あれは前回の日本銀メダリストですね。あれはさあ、闇リンピック開催いたしました。おれ病んでますか。手が出まい。これが私の闇の戦い方だ。ん？どうした？残念だったな、そんな遠くにいてな。こっちはな、弓矢があるんだよ。安全なところから、自分の手は汚さずに相手を倒す。これが大人の戦い方だ。いや、ダメダメダメ。ダメだわ。できたら舌を使って自分の手をさらに汚さない。これが大人の戦い方だ。いや、ダメダメダメ。それももっとダメだから。いや、怖え。ちょっと落ちるだけほんとやだ、もう。あ、もうちょっともういいえ、ちょっと。これさ、てかこれもう足んなくなるよ、これほんと。火の蝶がなくなる。あれ？これ最初のところか？あ、これ最初のところだ。で、ここにリカールがいたんだよ。ここ。ここに。ここにリカールがいたんだよね、確かね。で、リカールの先行くと、オリンピックでしょ？あそこ多分。光ってるからね。んで、こっちにハベルが立ってたんだよね、多分ね。で、今こっち側の先に、闇リンピックがいたのかな？倒しちゃったからちょっとよくわかんないけど。多分、そうだと思うんだよね。あれ、終わり？終わりっぽいけど、この感じ。え、ちょっと待って、なになに？ご苦労さん？え、ちょっと待って、ちょっと待って、よくわからない。カットしますからね、ここ。闇リンピックがいて、リカールがいた、ここにハベルがいたんだよな。で、ここに奇術、魔術がいて、で、ここが、聖火台。うん。じゃあ、あっちでやってんのか。え、これ終わり？なんだこれ。あ、こっち来たところか。こっちか。あ、やっぱここで正解なんだな。ここで終わりだ。え、飛び降りて終わるってこと？ほんとかよ、これ。頼むぞ。闇と共に！ああ終わったの？これ大丈夫？死ななかったもんね。ああ、終わった。なんなのこれ。これも結局。ちょっと。まあいいや。次のじいさんのところに行けばいいのかな？多分。ああ、終わった。よっしゃ、終わりました。You have... はい、なんか制約がランクアップしました。ソウルの共鳴ももらいました。 May the dark shine your way. OK、 それじゃあ次のじいさんのところへ行きたいと思います。カットいたします。